これだ。おしゃれなお店ですね。そうですね、はい、結構夕飯ここで済ますんですか。初めて初めて初めてですか。いや何軒か何回か来たことない。あ、そうですね、はい、まだ今日まだジム行ってないんで行ってるんで乗っけます。乗っけました。いいですか。いいですよ。この1個いっちゃいますよ。ええ、いきますか。これ優勝なんですか。今日本日の、はい、優勝いただきます。はい、なるほど。明日雨だったよ。よかったね。雨やだね。やだね。だから明日休み取ったんですけど、うん、一日そうなんですよ、うん、ジム行こうかなと。ところでさ、うん、ジム行くって今日ずっと言ってるじゃないですか。あ、はい、それって何なんですか。いやジムってポケモンのジムだから。今日はなんかもう一日中ジム行くって言われて飽きたんですよね。なんなんかあいつは。ちょっと聞いてみます。ジムって何なんですか。ポケモンでしょ。ピザ来たよ。おい、これ食べて。いただきます。あれ、あめっちゃ美味しい。うまい。カーボとバットの組み合わせ、これはジムに勝てる。亀田城さん、はい、どうですか味は。ピザの味は最高。レモンどうする。そうだね、これ飲もうかな。そうだね、女子だね。え、どれ。これ女子か。なんかいいの頼んだんじゃない。どうした。恋はこれこそお前の人に乾杯だけど、うん、やっぱりジムに行く。お、これ結構ビール大好きなんですよ。これはこれアイルランドの、まあ、アイルランド人とかよくわかるんだけど、チョコレートのような香りとローストされた大麦の香ばしいやつ。いっちゃうから。ボブスレどう飲んで。やっぱクールランニング。オシャンティーだけど見ないよ。最高。ちょっと斉藤これうまいから飲んでみ。もういいね。うまそう。久しぶりの黒ビール。いただきます。うわー、チェリッシュ。じゃあこれ飲んでみてよ。すごいうまいから。何これ、これ完全チェリッシュじゃん。大野くん、チェリッシュ。今料理来たな。食レポ。はい、ブブー。何、結構しんみりしちゃってるけど、どっか行くとこでもあるの。ん、そんなディープの世界ですか。これうまいよ。食べてちょっと。あ、いいよ。いただくわ。結構清涼感あるから。一口いっちゃおうか。一口いっちゃおうか。うん、うまっ。いやー、何やってんの。これトビオハイに混ぜてる。だいぶすごい腕もパンプアップしてきましたね。じゃあ、それなんだ、サクレ感出てない。いや、
まあ、エグザイルだから。おお。最後は300杯目だから。富岡杯ってこと。50杯目。おお。どうなん？そう。え、じゃあそろそろあれな。行く？ね。ヤシブのバーキャラ行っちゃう？ネスミさん、今日何杯目ですか？覚えてないですね。え？結構やっぱり美味しい酒飲んでると忘れちゃうんですよ。これはどうなんですか？え？あ、これ？これ何杯目なんですか？これは 100? 100! さすがネスミさん。で、そろそろやっぱり明けの日ってどんな顔になったんですか？で、どうなっちゃってどうなっちゃった？お疲れさん、一杯飲んじゃったけどどこ行く？え？今決まってんじゃん。どこ？ジム。